まあ、オリンピック代表が決まって、まあ、しっかりオリンピックに弾みがつくような試合、勢いがつくような試合っていうのをしたいなっていうふうに思います。本当に、まあ、自分自身びっくりしたっていう部分あるんですけど、やっぱりこう、古賀先生、やっぱり日体大の先輩、古賀先生のような、まあ、柔道家になれるように、本当これからも精進していきたいなっていうふうに思います。まずは本当いつも言ってる通り自分の柔道を出し切る。あとはしっかりと落ち着いて、しっかり状況を把握して、慌てずにしっかりと自分の柔道っていうのを貫きたいなっていうふうに思っています。